はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。信長の野望創造、いいけどのプレイ続きをやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。信長の野望創造、いいけどのプレイ続きをやっていきます。で、今回はですね、前回伊達を作業芸になるので攻略しますというところで終わったと思うんですが、その後ですね、北条も飲み込みました。こんな感じです。もうほぼほぼ一体制圧しきって、残すはそれこそ今川のみ。まあ北に南部、そして九州に大友というのは残ってるんですが、まあもう本当に今川と周囲を決するという段階です。で、今回はいよいよ今川と周囲を決していくんですが、まあ、ただただ戦うだけだともうマンネリ化してしまっている部分もあるかなと思うので、今回はなんとですね、軍勢200万対200万の軍勢を一気にぶつけるっていうね、壮大なスケールでお届けしていきたいなと思ってます。なので各拠点にも軍勢はご覧のとおり集めてます。相当な軍勢の数をもう集めきっているので、あとはこの軍勢を一気に解き放つのみというところですね。では早速プレイをしていきましょう。さあ、今川との同盟が今切れました。なのでここで今川に対して一気に200万の軍勢をぶつけていきましょう。まあ実際には東北に南部の抑えとして一部の軍勢を残していますので、まあ200万丸々使えるというわけではないんですが、今の軍勢の総数でいうと井伊家200万、今川が160万というところで、まあ北に南部県に対して、まあ、2、30万の軍勢を残してますんで、まあ、160万対160万っていうね、兵数の戦いになるんじゃないかなと思います。では、早速、合戦の方を仕掛けていきましょう。多分ね、ものすごい入り乱れた戦いになるんじゃないかなと思うんですが、もう移動するのが、軍勢を動かすのがちょっと面倒にはなってくるかなと思ったので、あらかじめ軍勢は拠点近くに集めてますんで、この拠点近くに集めた軍勢を使って一気に今川領へと進攻していきましょう。まあ、このね、進攻するために兵を動かすっていうのはもう完全な作業になるんですが、まあ、そこはちょっと皆さんにね、お付き合いいただきたいと思ってます。部隊数も多分2、30じゃ効かない数の軍勢を同時に動かすんじゃないかなと思うんですよね。とはいえですね、機内方面に関しては防衛に徹して、終わり方面、三河終わり方面に関しては攻撃に徹するっていうね、防御と攻撃を同時にそれぞれの地域で分けてやろうかなと思ってます。というのもですね、機内に関しては、やっぱりご覧の通り勢力が拮抗している。で、西、西国に関しては完全に今川有利。一方、東国は井伊家有利っていう感じなので、まあ、有利なところに関しては攻めていってですね、不利なところに関しては守る。で、攻めてきた部隊たちが東国から西国に登っていくっていうのをちょっとイメージはしています。本当に未だかつてない軍勢のね、数で出陣していくんですが、兵数を出しすぎたかな、部隊を出しすぎてちょっとこれ以上軍勢が出せないかもしれないんですが、まあ徐々に壊滅していく軍勢たちが出てくると思うので、ここはもうあまり、なんていうのかな、戦術面は気にせず、本当に部隊数の多さで皆さんに楽しんでもらえたらいいなと思ってますんで。まあ、こんだけの軍勢が同時に動く合戦シーンっていうのもあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。実は僕あんまりその、他の方がプレイしてる実況を見たりはあんまりしないので、
こういうコンセプトでプレイしてる人ってもういっぱいいるよっていうね、可能性もあるかもしれないんですが、まあその場合はね、ちょっとご容赦いただいて、まあ同じようなプレイだねっていうところもあるかもしれないんですが、そのままね、ちょっと違う部分を少しでも出していければいいかなと思いますんで。やっぱりその尾張三河を攻略した後、戦いをスムーズに進めるためにはどうしても機内方面で部隊が頑張ってこらえてくれてるっていうのがね、絶対条件にはなってきますからね。なんとか部隊たちには機内西国の守備隊に関しては守りきっててほしいなっていうところですね。で、一気に今日まで、まあ、御所は抑えてるものの、御所周辺は正直言って敵の陣営になっているんで、まあ、その辺りをいかに早く巻き取るかっていうところになってくるかなとは思ってます。だいたい西は動くか、東は動かしたかな。ちょっと一旦これでターンを進めてみましょう。で、全然動いてない部隊がいれば動かし忘れなので、それに関しては動かしていきます。西はできるだけで運営をして動かしたくないんですよね。マキシマ17万7000まず、牧島に15万っていう超大軍が攻めてくる感じでしたよね。天神も落ちるな、このままいくと。ちょっとね、天神とかが落とされると厳しくはなってくるので、天神には部隊を出していきましょう。で、あとは防衛ですね。防衛。で、壊滅した部隊が出てきたら、今城にこもってる部隊が出せるようになるはずなので、部隊を繰り出していきましょう。いやー、熱い展開になってきましたね、ここに来て。まずは三河方面は順調にことが運んでますね。まあ、敵の反撃も受けるでしょうが、まあいいでしょうっていうラインだよね。稲葉山とか落とすのは大変そうだな。問題は御所、牧島、この辺りですね。この辺りは激戦地になるので、部隊を厚めに持っておきましょう。で、最悪、この室津、姫路、五着、この辺りは疾患してもいいかなと思ってます。天神も含めて。まあ、天神はね、本拠地なんで、できれば落とされたくないっていう思いはもちろんあるんですが、最終的に奪還できれば OK ということで、まずは、機内を抑え切りましょう。よし、まずは城落としたね。乾落としたので、乾の部隊を長篠に、さらに引き間にと転戦させていきましょう。まあ、ここはもうスピードが重要になってきますからね。
岡崎とか行くためには引き間を落とさなきゃダメか。結構ここ強烈だな。家康もいるし。よし、五世山が落ちたな。これは北から京都になだれ込みましょう。か、武部山に行ってもいいけどな。いや、ここは御所の救援っていう手もある。御所の救援に部隊を出しましょう。で、さらに武部山にも軍勢を出して、御所の救援で、金ヶ崎方面から武部山を狙いましょう。ここ軍勢遊ばせててもしょうがないので、まあ、あとは小谷が取れるかどうかですね。まあ、ここは本当に今のところ双方取りたい城、守りたい城でパイを奪い合ってる感じなので、まあほぼ互角の戦いですね。まあ勝敗が決するとすればこの先かな。承知いたしました。かしこまりました。ちょっと迂回して吉田城を取りに行きましょう。あんまり引き間に部隊を引き寄せられたままっていうのも危険なので、稲葉山は絶対苦戦するな。小谷は今攻略中で、春日に関しては御所の救援に向かいましょう。まあ、御所はできれば守りたいので、御所は救援部隊を出して、問題はこちらな、天神山は落とされる可能性が高い。室津、姫路、五着、この辺りの山陽地方は疾患覚悟でいきましょう。よし、誰が討ち死にしたんだ。流れすぎてて討ち死にした武将が誰かがわからないけど、まあ死は無駄にしないとしか言いようがないな。ここがどうなってんだ。結構無駄に兵力使ってるよな。守ってんのが家康か、だからだな。ただ3方向から攻めてるから結構削れるはずなんですけどね。ちょっと時間はかかってますね。では犬以上を攻めていた部隊を、岩槻は落とせるだろう、このままいけば。なので島峰に派遣していきましょう。で、末森城からは兵は動かせない。稲葉山も苦戦だな。稲葉山からはちょっと兵は出せないな。あとは機内一帯がどうなるか。清水山の部隊をちょっと前進させましょう。清水山に関しては小谷が取れるのを前提に、牧島方面に、いやー厳しいな。ここは朝宮狙った方がいいな。牧島は敵の軍勢でひしめてるんで、ちょっとあそこに殴り込みをかけるのは怖すぎる。あそこだけで多分17万5千の軍勢を出すって出てましたよね、アナウンスで。15万何千かな。まあ、いずれにしても半端ない数ですよね。いざ戦へ、奥下か、敵将、捕らえたり。で、引き間がなかなか落ちないか。末森城の部隊はまだ動かせないですね。四方八方敵だらけなので。稲葉山もちょっとまだ怖いというか、稲葉山からは撤退せざるを得ないかな。稲葉山の部隊を島峰に派遣しましょう。稲葉山は今いる軍勢では落とせないけど、島峰だったらちょっと落とせるかな。鳥峰かな、ごめんなさい、鳥峰城ですね。右方城でした、ごめんなさい、右方城。釜場もちょっと動かせないよな。大垣取りたいけど、伊賀上野も動かせない。で、さっきから言ってるように5着
姫路、天神、この辺りは最悪疾患覚悟でいきましょう。で、浜坂城が手薄だな。浜坂は取りましょう。いや、なかなか熱い展開になってきてますね。さあ、清水山に残ってる残り2万の軍勢をどこに出すかな。織田にはもう時間の問題だよね、落ちるの。いやー、御所かな。牧島もかなりの激戦になってるけど、引き間がなかなか落ちないね、ここ。本当にもうちょっとサクサク展開するかなと思ったんですけどね。敵将、捕らえた。城が取り囲まれました。敵将、討ち取ったり。よし、長篠を取りましたね。我が方の城、包囲されました。ここまでまだまだ持ちこたえてくれてはいる方だな、我が方は。そしたら吉田城になだれ込みましょう。岩槻あたりは苦戦中ですね。右方城は早く取った方がいいの。小谷が早く落とせないとちょっと戦力的にきついですね。で、武部山は今合戦中で、厳しいのがやっぱりこの辺りだよね。まあ、こらえてはいるけど、まだ天神5着、姫路、室津、この辺りが頑張っ、ちょっとでも長く敵を釘付けにしてくれてると戦局が有利になるはずですね。我が方の城、包囲されました。敵将、捕獲したぞ。お味方が捕らえられました。姫路が落ちたか。お味方が捕らえられました。お味方、室津も落ちたね。敵将、捕らえた。五着が落ちる。さらに姫路も落ちて、室津も落ちる。天神が落ちるのも時間の問題だな。ちょっと急がないといけないですね。岡崎はかなりの軍勢の数がいるので、岡崎を攻めるときはできるだけ軍勢の数を揃えてから攻めたいところですね。まあ、ここまで本当に五分と五分って感じかな。双方城を取り失いっていう感じですよね。お任せ。オダニがもうちょっとだな。もうちょっとでオダニが落ちる。で、牧島は落とされて、御所は守りたいけど、どうかなっていうところですね。御所に関しては。御所を救援する部隊を送りましょう。まあ、鎌場城に関しては、小谷が落ちるのを前提に、もうあまり気にする必要がないところにはなってきますね。むしろ亀山あたりを攻めるというか、もしくは大垣。いやー、まだ今川も戦力をだいぶ蓄えてますね。今の、総戦力でいうと今川が145万、伊賀が189万、まあ同じぐらいずつ兵を削った感じかな。ということはまだまだ油断ならない状態が続いてますね。もうここからはちょっとノンストップでプレーをなんとかしていきたいなと思ってるので、スピーディーに行きたいところではあるんですけどね。で、これでどうだ？少し軍勢が動いているな。
吉田城近辺で敵も。我が策お見せしましょう。オダニがもう一ターンで落ちるな。表彰を始めましょう。報告いたす。御所の救援には何としても行きたいですからね。よし、オダニが落ちた。竹部山も落としたね。これでだいぶ機内の勢力図も塗り替えることができそうだ。そしたらどうしよう。鎌場城に詰めてた部隊を大垣城へと派遣していきましょう。かしこまりました。これで尾張美濃あたりを蹂躙していければいいかな。ただ稲葉山はやっぱりどでかい城になってるんで、稲葉山は小谷を攻めた部隊で攻撃しましょう。これが総勢5万ぐらいの軍勢です。まあ、三河、尾張、この辺りがもうちょっとすんなり入ってくると戦いやすくはなるんですけどね。承知いたしました。家康がいるな。松平元康、家康がいると結構削られるな、兵力を。で、岩槻に行って右方を攻めていると。気になるのがやっぱりこっちだよね。天神落とされるな。室津、姫路、この辺りはちょっと諦めるしかないかな。むしろ防御のために軍勢を返しておいた方がいいな。かしこまりました。さあ、これでどうなる。御所近辺は一旦落ち着いてきたかな。吉田城落としたけど黒い城が狙われてるか。今度はちょっと吉田城落とした部隊たちを、そしたらついに三河へなだれ込ませましょう。どこの城が落とされたかちょっと確認しましょうね。落とされた城の場所がちょっとはっきりわからないけど、おそらく牧島あたりかな。御所は守りきってるね。よく守った。御所をよく守ってくれた。かしこまりました。そしたら牧島を取り返しに行きたいけど、牧島を取り返しに行くだけの力は今のところまだないので、牧島には向かわず一旦軍勢を整えましょう。でだ、その上で大垣と稲葉山を攻めていて、右方城、岩槻が結構時間かかってるな。包囲不完全になってる。うん、耐久が1万1000いて1万1000以上の軍勢がいないのか。そうは見えないけどな。朝倉を岩槻に貼り付けましょう。これでなんとかなるだろう。で、飯田城からさらに軍勢も出します。そろそろ虎の子の残していた部隊たちも出していくタイミングにはなってきてますからね。満騎城、お見せしましょう。どこの城が奪われたんだ。姫路が陥落か。まあ、姫路はしょうがないよな。ただ中国地方を攻めるときにどうしても残っておき、置いてほしい城たちがいくつかあるんだけど、合算戸田城も落ちてるね。ちょっと
西の方が厳しくなってきてるな。もうちょっと攻略のスピードを上げていかないと厳しいですね。かしこまりました。お任せください。吉田城を攻略した部隊たちでさらに先へと進んでいきましょう。結構苦戦してんだよな、羽方城あたりから岩槻、さらには稲葉山、大垣は落とせそうな感じがしてますね。やっぱり美濃、尾張、ここをいち早く奪い取って大阪あたりを取りに行く感じかな。黒井城には救援を出しましょう。まだ余力はありますからね。よし、ちょっと時間かかったけど岩槻は取りました。そしたら岩槻を攻めた部隊で犬山を攻めましょう。さらに清須も手薄になってる今のうちに取りましょうね。尾張を手中に収められればだいぶ流れが変わるはずだ。どこが奪われたんだ。流れが早すぎてちょっと奪われた城の場所が分からなかったけど、まあ間違いなく山陰山陽あの辺りだと思うんですよね。で矢上に兵力をさらに出してきてると。敵が報告いたす。先月の終始です。あー、天神が落ちたんだな。八神城が敵の攻撃にさらされるわけだな。まあ、御所はある程度目星がついたとはいえまだまだこれからだな。右方城に結構手こずってますね。犬山清須、どこが囲まれたんだ。ちょっと確認しましょう。囲まれた城の場所を。八神か、いや黒井か。厳しい戦いが続いてるな。まあ、御所は死守してるのでよしとして、亀山城あたりに全く敵の戦力がないな。亀山取れるときに取っちゃった方がいいんじゃないか。八神城とか結構厳しい戦いしてるな。でハハ、上市城とかも危ないな。黒井城、弓木城も激戦中か。釜場に残ってる部隊を長島城単体で攻撃するのは危険だな。清須に向かわした方がいいな。よし、しっかり矢を抑えたね。そろそろ末森城に温存していた部隊が出せるようになってきますね、これで。で、ここで一旦
取ってきた城に武将を配属して、その配属した武将たちも出陣させていきましょう。結構取りましたからね。まあ取られもしたけど。貴重な戦力にはなりますからね。まあ万単位で出せなくても5000単位でも出せれば、5000が10部隊集まれば5万の軍勢になるし、まあ多少手間にはなりますが、取った城に定期的に武将は入れていきましょう。あとは軍団で入れちゃうのが一番早いかな。で、与力を与えれば勝手に配属してくれるので、それにしましょう。そっちの方が1回で済むので、早いかな。やることが。で、与力を配属した後は勝手にやってくれますからね。まあ、便宜上ということにはなりますが、すべての軍団を、すべての拠点、本拠地を除いて軍団に組み込んじゃいましょう。で、配属与力でバシバシバシと入れていきましょうね。高田が今本拠地になっているので、高田にいる人たちを大半を入れていってあげればいいでしょう。まあ、高田城に関しては一時的な本拠地的な感じの位置づけとして使っていきましょう。よし、大垣取ったね。大垣取ったら稲葉山を攻めてる部隊がいるけど、稲葉山の救援に行くよりかは大垣からキヨスの方が確実に取れそうな気がするので、キヨスに向かわせます。で、右宝城もようやく取ったので、右宝城の部隊をむしろ長島に出すか。途中で兵糧切れが起きなきゃいいけど、あともう部隊はね、東北地方とかから引っこ抜いてきてる部隊たちなんで、一旦返したりしてる時間がもったいないので、壊滅するまで、死ぬまでも戦い続けてもらいましょう。多少酷な言い方ですけどね。これが100万対100万。そういう戦いですよ。厳しいな。八神黒井が疾患する可能性が出てきたけれども、岡崎が苦戦してるんだな。取れてないね。かしこまりました。で、刈谷を取った部隊たちを亀山に出していきましょう。まあ、ここで遊ばせておくのももったいないので、各拠点に攻撃隊として送りましょう。で、気になるのが岡崎だな。岡崎がなかなか落ちない。あと、鳴海、くつかけ。この辺りですね。あと、名古屋。ちょっとごちゃごちゃしすぎてるので、この辺りを一掃したい。で、末森にいた部隊ももう駐留させておく必要はないので、これを名古屋に出していきましょう。失言するぞ。我が領内に敵が迫っております。まあ西国は一旦捨てる覚悟でいきましょう。家康がやっぱり強いな。毎回なんか部隊が混乱させられてるな。
表情を始めます。報告いたします。絶対取られたくない御所とかの防衛は最優先にして、矢神、黒い矢神、この辺りは危険だな、非常に危険だ。キヨスは取ったね。犬山がまだ取れてないのか。だいぶ苦戦してるな、犬山に関しては。かしこまりました。稲葉山も苦戦してますね。羽宝城を攻めた部隊、もう104とかはさすがに返すか。靴掛け岡崎、この辺りが取れてくるともう勝敗としては終わり、地方に関しては決まったかなって感じもしてきますけどね。さあだいぶ戦局が見えてきたぞ。少なくとも三河終わり方面に関してはまあもともと有利だったので勝利できそうですね。問題は機内だな。犬山、稲葉山、この辺りが苦戦してるな。稲葉山とかもだいぶ長いこと包囲してるけど、兵糧は大丈夫か。もうないよな。切れかけてるというかもう切れてる。焼き打ちでしのいでくれ。ここももう兵糧切れ起こすね。焼き打ちでしのいでくれ。まあ長期の包囲してる部隊に関しては焼き打ちで現地調達してもらうしかないからな。焼き討ちも許しましょう。亀山は取ったんだな。とすると伊賀上野の部隊は出せないからな。ちょっと長野城を亀山城を攻めた部隊で攻撃しましょう。伊賀上野城をこもっているここの部隊はまだちょっと動かしたくないで、あとは矢神城は守りきりたいですね。反攻作戦を展開するときにどうしても欲しい城だ。靴掛けとかももうサクッと落としてほしいんだけどな。なかなかそうはいかない感じかな。稲葉山が落ちればもう美濃は制覇できますね。我が道を開けよ。東は戦争、敵将仕留めました。城が取り囲まれました。我が領内に敵が迫っております。お味方、討ち死に。お味方が捕らえられました。忙しいな。クイルがよい。さあ犬山落としたので犬山の部隊を出していきたいけど、どうだ。いや西がかなり尻すぼみしてるな。ちょっと今の戦力で見ると E が17万、今川が、おお、でも今川の方が減らしてるね。稲葉山が落とせればいいね。稲葉山はもうこのまま包囲し続けてもらうでも最悪よしとして、ではこっからいよいよ機内へなだれ込んでいきましょう。岡崎がまだ粘ってるな。残っている敵方の城は長島、稲葉山、岡崎、まあでかい城ばっかりですね。やっぱり残ってるのは。
だいぶ先が見えてきましたよ。このターンだけじゃちょっと終わらないかな。ちょっとだいぶ長くなってきましたので、1時間以上かかってしまうようだったらちょっと一旦切りましょう。岡崎が落ちないね、本当に。岡崎は本当に落ちない。岡崎と稲葉山は本当に堅牢ですね。城が朝宮とかもう落とせるかな。余力してある城って結構あるので、そういったところからちょっと朝宮に軍勢を出しましょう。もう結構壊滅してしまったところもあるので、人が入ってないな。まあ人を入れたくないというか、入れる必要がないって判断なんだろうな、コンピューター的には。にしても入らなすぎだろこれ。ちょっと後で手動で入れていきましょう。どこを奪われたんだ。上市場が落ちたか。お、政宗とかもったいないよ、使おう。かつてない規模ですよね。100万対100万の戦い。よし、だいぶこれでまた軍勢の補充ができたぞ。一気に畿内を手中に収めて、今川を畿内から追い出したいところだな。牧島を奪還できれば一気に流れが変わりそうな感じですよね。ただ牧島は敵もかなり軍勢が入ってるようなので、あまり無理に攻めても兵を減らすだけかなって感じかな。やっと岡崎落としたか。時間かかったな岡崎の攻略は。そしたら金継ぐは一回返しましょう。で、金継ぐ以外の部隊は牧島攻略に向かいましょう。ついに牧島攻略だ。で、狩や長野、この辺りの軍勢ももう機内へと急行させましょう。桐山御所とかね。これでもかっていう軍勢を動かしてるので、ちょっと煩わしい操作にはなってきてますが、ちょっとね、こんだけユニットがいると重くなってますね、コントローラーの操作が。ついに牧島の奪還作戦に動きましょう。で、牧島を奪還すれば伊賀上野に温存していた部隊も出せますからね。承知いたしました。出陣します。敵将、よし、長野城落としたな。敵将、捕らえたり。敵将、松ヶ島も取った。いまだに稲葉山はまだ取れてないんだ。
まあ、それだけ堅牢な城ってことですね、稲葉山城は。五所は絶対守りたいと言っていて、実際守りきれてるので、このまま五所は守りましょう。さあどうだ、もう自分でもどこに何を誰をいつ派遣したかが分からなくなってきてるからね。靴掛け城がまだ落とせてないっていうのがびっくりだな。ちょっと軍勢が足りてないのかもしれないので、靴掛け城の状況を確認しましょう。包囲不完全になってるもんね。そしたら靴掛け城に増援を出しましょう。かしこまりました。稲葉山はもうほっといても落ちるでしょう。出た、問題は配属だ。軍団に組み込むんだったな。ちゃんと武将を入れてくれればいいんだけどな。あとはもうこれは軍団長のさじ加減だからな、まあ、個別にやっていくとちょっと面倒くさいですからね、ここまで来てしまうと。ああ、この辺りに全く人が入ってないんだな。なるほど。ってことは、この辺りも入れましょう。ちょっと見づらいですからね、入ってるのか入ってないのか、軍団に。まだいる？どこ？右宝城か。なるほど、じゃあ右宝城だけはもう直轄にしちゃえ。何？まだある？どこ？乾城か。まあ乾もじゃあ佐竹を入れてやろう。これでいいだろう。まだいる？どこよ？北の方だな。そうだね、まあ北の方はもう任せよう。よし、今川を撃つ。お味方、討ち死に我が方の城、包囲されました。我が領内に敵が迫っております。いやー、それは分かってるよ。いまだに靴掛けが落とせてないっていうのもびっくりだしな。そんなにでかい城じゃないんですけどね、靴掛けに関して言うと。稲葉山はまあ時間をかけてじっくり落とせていいですよ。いたしました。お味方が捕らえられました。さあ、いよいよ機内へと進行を開始していきましょう。厳しいね、山陰地方の方は。なんとかこらえてほしいけど、靴掛けはまだ落とせないのか。もう力攻めに変えよう。靴掛けなんかに構ってる暇はない。結構持ちこたえてますよね、靴掛け城は。
敵将仕留めたり。表情を始めましょう。報告いたす。武将の数が足りてないのかな。なんかあんまり入ってくれてるイメージがないけど、せっかく戦力があるんだけどね。5000単位でも出していかないと結構苦しくなってきてるな、戦力の台所事情が。かといって自分で配属させるのはもうめんどくさくて無理なんで、ここまで大きくなっちゃうとちょっと厳しいですよね。稲葉山がもう 2,3 ターンで落ちる。ああもう落ちたね。稲葉山の方が靴掛けよりも何踏ん張った感じ、すごいね。稲葉山を攻めてた部隊をやっと他に派遣できるな。このこいつらをまとめて飯盛山城へ派遣しましょう。出陣します。敵将捕獲した。敵将を捕らえた。待機せよ。八神城はなんとか防衛に成功してますね。で靴掛けを攻めた部隊もまとめて筒以上の攻略に向かわせましょう。桐山御所はもう肩がつくかな。鳥羽城も蹴りがつきそうですね。敵に城を奪われました。どこが奪われたんだ。寺池城。やっぱりこっちの方、中国地方の方がかなり厳しい戦いになってますね。で黒井城は頑張って持ちこたえてるのか。なるほど。ってことは増援を出してあげれば持ちこたえられそうだな。牧島を取りたいね。御所もかなり兵を失ってますが、高田城も落ちてるんだな。報告いたす。飯盛山城とかかなりの数が入ってますね、軍勢の。さあどうだ。これでだいぶこっちも増援を出すぞ。今川さん、もうどっちが先に兵力をゼロにするかっていう戦いになってきましたね。さあどうだ。サミアは取ったか。桐山御所も取れるね。我が領内に敵が迫っております。遊びは終わりだ。お味方が捕らえられました。敵に城。どこが取られた。これが戦の作法よ。どこが取られたんだ。八幡城が取られたんだな。違う、八橋城か。いやー、機内制圧するだけでもかなり時間かかってるな。よし、御所は取った。桐山御所の方ですね。
置いたしました。は。我が方の城、包囲されました。まあもう本当に切るところは切って攻めるところで攻めて取り返していくしかないな。敵将、撃ち取ったり。我が方の城、包囲されました。お味方、討ち死に。敵将、捕獲した。どこの城だ、奪われたのは。まさか南部が侵攻してきてるとかってことはないよね。全く気にしてなかったけど、南部さんの方は。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。ちょっとチェックだけしましょう。あー、なるほど、こんな感じになっちゃってんだね今。そしたら、まあせっかくやったので軍団に組み込みましょう。まあ南部に取られるのも尺なんで、ここまで来たら。兵が詰まってきてるな。鳥羽城はまあ取れるでしょうという感じだな、このまま行けば。シギザンとかもまあ取れるでしょうという感じですね。未だに100万近い軍勢が動いてるはずなので、双方合わせると。まあ機内はめちゃくちゃ軍勢が動いてるな。もう何が何だか正直わからないっていうぐらい数が動いてるので、かしこまりました、お任せください。通信する。敵将、捕らえたり。我が道を開けよ。我が方の城、包囲されました。出るぞ。お味方が捕らえられました。包囲します。出陣します。敵将、捕らえたり。出るとするか。もうめちゃくちゃだなこれ。正直自分でも何が何だかもうわからないっていう状態になってるけど、岸和田攻めたり、御坊を攻めたりしますか。光秀が死んだが、よくここまで尽くしてくれましたね、いい家のために。で、切り取り自由にしちゃいましょう。そうすれば、シギザン城が結構粘ってますね。で、あとは戦力的に見ると、井伊家が200万、今川が100万、まあ100万切った感じですね。よし、だいぶ戦局はこちらに有利になってきたな。で、鳥羽城も落ちるね。ここの2人が結構いい感じでお腹空かせてるな、この人たち。焼き討ちにもうちょっと早くしてあげればよかったな。犀賀を攻めさせましょう。その過程で補給してってくれ。敵に城を奪われました。お味方が捕獲されました。敵将、撃ち取った。黒井城が落ちるのが時間の問題だな。そろそろ八神城から黒井城に部隊を出していってあげましょう。
たしました。どうした、かかってきな。どこだ、奪われた城は。有岡城は取ったんでしょ。表情を始めましょう。鳥取城も危ないね。かしこまりました。戻ります。承知いたしました。お任せください。さあ、いよいよ山陰地方を取り返しに行きましょう。どこが奪われた。鳥取城が取られたな。武部山まで後退してきてる本拠地が。ちょっと長くなってきましたので、この100万対100万の軍勢の戦い、続きは次回お届けしましょう。次回最終回の予定にしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。